さてパリパラリンピックでの県勢選手の快挙に県内からは喜びの声が聞かれました。どうでした？勝ってました？決勝、はい、金メダルです。あ、金メダル、それよかった。よかった、すごいね、コーチから出てね、嬉しいね。僕なんかちょっとすぐやっててもめんどくさくなってやめちゃうので、すごいずっと続けれるのすごいって思います。高知県からやっぱり金メダルとか取れる人が出てくるのは本当に嬉しいことだなと思います。やっぱ嬉しいですね。僕もラグビーもやってて、自分がやってたスポーツでそういう金メダルをその地元の人が取ってくれたってなるとすごい嬉しい。池選手と鬼谷選手の出身地高知市の市役所にはメダル獲得を受けてメダリストを祝福するパネルが登場しました。ギリギリ負ける直前で勝ちましたね。すごいの一言。そして桑名市長からも喜びの声が。池さんが金メダルということで本当に嬉しく思っております。また鬼谷さんも銀メダルということでですね、本当に市民のみんなが応援してくれたということもありますし、また本人もですねこの日のために頑張った。藤原選手も4位ということでメダルは取れなかったんですけれども、私はもう大健闘だと思っております。高知市は池選手に市民栄誉賞を授与することを決定しました。また県は明日県庁の本庁舎に池選手と鬼谷選手の横断幕を掲げる予定です。